そうなんですね、まあ、あの今までもあと一歩というところ、はい、まあ、19年の時は3位とか、はい、であの守備が特に硬かったですよね、うん、水戸のキックオフでスタートしました。青いユニフォーム、左から右に攻めていきます、ホームの水戸ホーリーホック。ちょうどハーフラインのところ、お引っ掛けた、高い位置で中野からスペースへ入れ替わる、チャンスになった、安藤が行く、強さがあります、安藤から抜けた、深堀、チャンス、深堀だ、先制、水戸ホーリーホック、ショートカウンターから決めたのは深堀俊平。ここなんですよね、本来であればここ通してしっかりとパスを、逆に大宮がこうゴールに、相手のゴールに、水戸のゴールに迫らないといけなかったところなんですけど、安藤が奪ってからこのスルーパス、それから深堀もうまく早速ゴールを決めましたけど、チャンスですね。左サイドから中央、中山が待っていた、よくかき出しました、西村のクリアしましたね。これいいボール入ったんですけど、ニアに行くと見せかけてちょっとファーポストに逃げたんですよね、中山が、はい、でうまく体を倒して叩きつけようと、枠に入れようっていう意図は感じられたんですけど、まあ、去年すでに2種登録でデビューは飾ってますけれども、今シーズンはしっかり、まあ、トップチームプロとして抜くい。松本入っていきます、黒川、狭いとこ行く、落として中野から左、柴山です、渡部出てくる、柴山外す、柴山同点ゴール、ルーキー柴山 J 初ゴール、右足で決めました。取られたんで、はい、ここまた通したのもうまかったですけど、ここインナーラップして相手がちょっと下がったんですよね、でそれでカットインしたと。中野を通す、黒川です、右真当たり側上がってきます、真当たりのクロス、うわ逆転、見事なヘッド、奥抜き、真当たりのピンポイントクロス、これ真ん中で中野誠也が落として、で黒川が外を使ったと、真ん中起点になったんで前に真当たり上がってきましたけど、このクロスの精度ですよね、はい、ゆくいです、山根が流れますが厳しく真当たりが行く、あいいプレー、真当たり、ここで試合終了です、大宮アルディージャ逆転勝ち。